草原の輝きは1961年のアメリカの青春映画である。1920年代のアメリカを舞台にエリア火山がメガホンを取った青春ヒレに映画。当時すでにスター女優だったナタリー・ウッドの相手役に選ばれるというラッキーな映画デビューを果たしたウォーレン・ベーティがこの映画でスターになった。母親から押し付けられた低層観念と 傲慢な父親の干渉で愛し合う二人が悲劇を迎える。世界大恐慌を背景に青春と家族が描かれる。後に1981年にテレビドラマとしてもリメイクされた。劇中に作品のタイトルが出てくる、ウィリアム・ワーズワースの詩の一節が出てくる。ゾーナッシング・キャンブリング、バック・ザ・ワー・オブ・スプレンダー・イン・ザ・グラス、オブ・グローリー・イン・ザ・フラワー、ウィーウィル・グリーブ・ノット、 ラザーファインドストレングスインホワットリメインズビハインド1928年カンサスに住むバットとディーンは高校3年生愛し合っているがディーンの母親は保守的な倫理観の持ち主で男は尻リガな女を軽蔑するそういう女とは結婚したがらないということもあって母親に合わせづらいディーンはバットのすべてを受け入れるに至らないバットの父で 石油業者のエースは、息子がフットボールの選手であることが大自慢で、イエール大学に入れたがっているが、バットには父親の期待が心の負担になっている。父は理解あるように振る舞うが、本能的には暴君で姉のジェニーが家出して堕落してしまい、大学を追われたのも、こんな父のいる家庭がたまらなかったからだ。バットは、ひたむきなのだが、彼女はそれを受け止めてくれない。 父は、女には2種類あって、時々気晴らしに遊ぶ女と、結婚する女だ。感情に任せて、責任取らされるようなことはするなという。そんなことでイライラした気持ちを、バットは檻に触れて、乱暴な行動で爆発させる。ついに同級生でコケティッシュな娘ファニタの誘惑に、負ける。青春の悩みに苦しんでいるディーンはこの事件でショックを、受け。 ワーズワースの死の授業の途中に教室を抜け出し、川に身を投げる。救助に飛び込んだバットのおかげで死を免れたディーンは、精神病院に入院する。父の希望通り、イエール大学に入ったバットは、勉強にも身が入らず、酒ばかり飲み、あげくにアンジェリーナというイタリア娘と結ばれてしまう。学校は、退学寸前のところまで行っている。そこで、父のエースは、ニューヨークへ出かける。 ちょうど1929年の世界大教皇がやってきた。エースは大打撃を隠して息子に会い女をバットの寝室に送り込んだりするがその夜窓から飛び降りて自殺する。ディーンは病院で知り合ったジョニーという若い医師と婚約する。退院してからバットが田舎へ引き込んで牧場をやっていることを知り訪ねていく。バットはアンジェリーナとつつましく暮らしていた。 二人は静かな気持ちで再会する。村上春樹は川本三郎と一緒に書いた映画をめぐる冒険の中で、この映画のことを思うとき、いつも悲しい気持ちになる、あるいは僕の類線が弱すぎるせいかもしれないが、見るたびに胸打たれる映画というのがある。草原の輝きもその一つであると書いていて、ナタリーウッドについては、青春というものの発する理不尽な力に、 打ちのめされていく、傷つきやすい少女の心の動きを彼女は実に見事に表現しているという、ありがとうございます。